クロイハリーはアメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタ出身の R&B デュオ。姉妹であるクロイ、ベイリー、ハリー・ベイリーの二人で構成されている。日本語ではクロイハリーなどの表記も見られる。子役として活動した後、YouTube への楽曲カバー動画やディズニー関連のプロジェクトが話題を呼び、ビヨンセのレーベルと契約。2018年のデビューアルバム、 ザキッツアー・オールライトは、グラミー賞で最優秀新人賞など2部門にノミネートされた。2020年には2作目のアンゴッドリー・アワーをリリースし、グラミー賞で3部門にノミネートされた。インタビューを受ける黒ク X ハレ黒い、エリザベス・ベイリーとハリー・リン・ベイリーの姉妹は、ジョージア州アトランタで生まれた。二人は、子役として映画、ファイティング・テンプテーションズと、 レッド・イット・シャインでは秋役を演じた。2012年半ばにロサンゼルスに越した後、二人が13歳と11歳の時に YouTube チャンネルを立ち上げ、ビヨンセのベスト・シング・アイ・ネバー・ハットのカバーなどを投稿している。2012年12月には、ラジオ・ディズニーのザ・ネクスト・ビッグ・シングの第5シーズンの優勝者に選ばれた。 YouTube の動画やディズニーのプロジェクトで注目を集めた。あと、2013年9月に4曲入りの EP、アンカバードを自主制作でリリースした。その後、ビヨンセに見出され、彼女のレーベルである、パークウッドエンターテイメントと契約する。2016年に EP、シュガーシンフォニー。2017年には、ミックステープ、ザ・ツー・オブ・アスをリリースする。2018年には、 シットコム、グラウニッシュに主演し、3月23日には、デビューアルバム、ザ、right ・キッズ・ア・ーオル・ライトをリリース。第61回グラミー賞の最優秀新人賞と、最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞に、ノミネートされた。2020年6月12日、2作目のアルバム、アンゴットリー・アワーをリリースする。アルバムのリードシングル、トゥイットは、 初のビルボードホット100にチャートインを果たす。第63回グラミー賞ではアルバムが最優秀、プログレッシブ R&B アルバム賞に、ワンダー・ホワット・シー・シンクス・オブ・メガ最優秀、トラディショナル R&B パフォーマンス賞に、ドゥイットが最優秀、R&B ソング賞にノミネートされた。スタジオアルバム、ありがとうございます。